宮代さんです。どうもこんにちは、もう12月です。早いね、幸せやで。年の瀬のこと皆さんに聞いてるんですけど、忙しい忙しい、むちゃくちゃ忙しい。もう今日あと10日ほど、今から大変よ、おせち作らなあかんし、大掃除しやなあかんし、忙しい忙しい。仕事ちゃうんかい仕事ちゃうんかい仕事は適当に適当に適当にぼちぼちと、まあね、あんまり、焦ったらあかんよ。そうですね、まあでもやっぱりね、芸能人かてね、そら掃除もするし、そうそう、料理もするし、する？え？する？料理はあんまりせんけどね。僕はほんまにするんやから、ね。あ、そうですか。もう家のおせちはもう毎年自分が作るから、おふくろと二人で食べるだけやからね。いつも余んねん。まあ年末はそんなんで忙しいって。ね、正月なんかあるんですか？正月はね、あっちこっち行きますけど、あの一般人が入れるような仕事はございません。うん。だからの新年会とかそういう仕事ばっかりね、別に闇じゃないですよ、ちゃんとした仕事でございます。で、まあ、1月の26日に、まあ、新年明けてだいぶ経ちますよね、初めてあの繁盛って天満天神繁盛出て、桂三蔵さんという話し家さんと2人会、2人で歌を歌って芝居やって、もう出し物も言いましょう、森の石松を私がします、30石ぶれ、寿司食いね、酒飲め、あのシーンを2人でやるわけですね。その後もちろん本業の歌謡ショー、で三度さん踊りますんで、僕の歌で踊ってもらう、楽しい。まあだから歌舞伎座の例えば、あの杉良太郎公演って昔あったでしょ、歌芝居やって歌 やってと踊りやって三味線やって、あれを小さくしたな。なるほど、楽しそうじゃないですか。もうキャバが240-250円やから、あんな新歌舞伎座2000なもみを入れいやいや、でもそれぐらいがね、箱が一番やっぱりこう見やすいよ、一体感があっていいと思うよ。2階からでもものすごく見やすいから、で三蔵さん僕も、よう知ってますし、そうですか、面白いもんね、あの人ね、何食ったらあんなおもろなんですから、いや楽しみにしてます、1月26日日、日曜日夜です。さあ今日は何を歌ってくださいますか。今日はね、昔の自分の歌でございますけどね、作曲家として人のプロの作詞家さんの詩に曲書いたのはこれ初めてなんですよ。お亡くなりになりました歌川しぐれさんという方が詩を持ってきて、歌川さんのお弟子さんが歌うために僕作ったんですが、その方がデビューするのやめはって、ま、せっかくできた歌もったいないなっていうので、僕が7年前にあの藤本健太郎時代に出したんです。だから作曲藤本健太郎。なるほど、作曲藤本健太郎、かの有名な名前も言われ、歌宮代みたいな、ね、まあその時の藤本健太郎でしたからね、歌川しぐれ作詞、作曲藤本健太郎、初めて作曲家として書いた曲でございますね。駅という歌です。それではどうぞ、宮代さんです。線路のように寄り添って二人で歩いて行きたかった、どこでどう間違えたのか、後ろを歩いていた人が、ああこのシグナルであいつをさらっていった。俺は夢を捨てた、あいつの愛を捨てた、静かな駅に下り列車が霧に溶けてゆく駅。二人で暮らして生きたか
かった。どこでどう間違えたのか。幸せ模様が溶け始め、赤のシグナルで心もくっつり切れた。捨てたら、あいつも過去を捨てた。別れの駅に下り列車が止まってた。二人無言で霧に隠れも生き話が